お笑いコンビアンバランスの山本英二さんが経営している飲み屋で、サマーズの大竹和樹さんが神対応をしたエピソード。山本さんはデビュー当時から大竹さんを慕っていて、これまで数えきれないほどお酒の席で一緒になっていました。仕事で行き詰まって落ち込んでいる時は、お前は本当に面白いやつだと思ってるから信じて諦めるなよと励ましてくれていたそう。山本さんは今でも芸人を廃業せずに、芸人経営者の二足のわらじで頑張っています。そんな山本さんが東京の六本木に飲み屋をオープンし、大竹さんがお祝いをしに来てくれたそうです。お会計の際に、山本俺からはボレと言い、ご祝儀代わりに倍の金額を支払い、店を出るとき、この店ぼったくりだなと捨て台詞を残して帰っていったそうです。決して安くはない価格設定のお店で、こんな粋な捨て台詞を残して帰る大竹さん、かっこよすぎます。